これは？それまだ見てない。じゃあそれにしよっか。この前ホットプレート買ったんだ。クレープでも作ろう。うわー、いい匂いだね。ねえ、早く焼けてほしい。地獄クレープにするかバナナクレープにするか迷うんだけど。どっちも作っちゃいなよ。はい、あげる。あ、おいしそう。思ったんだけど、さっきの絵が別に新しくも面白くもないよね。だって世の中にある似たような作品に乗っかってるだけじゃん。多分似たような作品いっぱいあるでしょ。見たことあるよ、あんなのいっぱい。あんな作品ファッションだ、魂がないよ。こういう時代のあだばなって感じの作品が評価されるの、ほんと腹立つ。え、びっくりした。どうした？すごい切れてる。3組の一郎くんって筋肉すごいよね。ああ、思う。なんか鍛えてるオーラ出てる。そうなんだ。今日はありがとね。あ、じゃあ私もありがとう。あ、はい、またね。バイバイ。あのさ、今日見た映画のことあんまり批判ばっかりするのよくないよ。いいと思った人だっていたかもしれないし、作った人に失礼じゃん。だいたいみんなせっかく楽しく過ごしてたのに、あんなこと言ったら空気が台無しだよ。あ、うん。わかる、そういう瞬間あるわ。あ、そういえばこれ見た。ああ、土掘ってるやつ？結構有名なんだっけ？これ正直よくわかんなくない？面白いって言ってるやつ絶対背伸びしてるでしょ。あ、確かにね。あ、そういえば、この前言ってた服、アプリで買えたよ。でも出品者が最悪だったわ。すんげえ潰れた段ボールが送ってきて。